それでは曇っているのが残念ですが、一緒にいい景色をいただきましょう。この木ちょっとこう踏み抜けそうなんで気をつけていきましょう。さあどうだ。ちなみに今回登っている山は割と小さめの山で標高も低いので、ガシガシ大股でどんどん登っていってるんですけど、歩く距離が長かったり標高が高い山に登るときは歩幅は小さくして登っていくのがいいです。あまり細かいことを言うつもりはありませんが、なぜそうする方がいいかというと、体力を温存しながら長い時間山を歩くことができるからです。お、あの岩なんだろう。ああ、大きな岩。立派な岩ですね。とか言ってたら、右手の方、ちょっと視界が開けてます。もう少し先に進むと、いい眺めが見れるはずなんで、一緒に行きましょう。こんな感じで木々の隙間から良さそうな景色が見えてくると気持ちが高ぶってきます。見てください。日頃の行いがいいのか天気が良くなってきました。よく整備されていて気持ちいいハイキングコースです。ここから下り坂になっています。転ばないように気をつけて進んでいきましょう。うわ、すごい、どんどん下ってる。うわ、危ない危ない危ない、足元が滑ります。足元はどんな感じかというと、こんな感じです。あ、怖い。怖い怖い。ゆっくり行きましょう。なんかね、心なしか以前来た時よりも、ピンクテープが増えてるような気がします。あそこにも、なんかピンクテープ落ちてるんですよね。あ、これ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 。これピンクテープ多いですね。ん？お、おー、ここからも結構景色が見えますね。見てください、雪が少し残ってます。こんなところにも残ってるんですね。こういう行ってはいけない感じの道って行ったら危ないんだなとは思いつつも、先に行ってみたくなりますよね。あ、ちなみに私は行きませんよ。見てください、また結構な上り坂にやってきました。まあ、慌てずゆっくり歩いていきましょう。あ、いいね。あ、ここロープ新しく設置されてる。そういえばこういう急な上り坂なんかにあるロープなんですけど、中にはね結構昔から設置されていて、古くなっているものってあるじゃないですか。あれって安易に握ったりとかするとちぎれるかもしれないので、ちょっとね注意して持った方がいいかもしれません。やっぱりこういう日陰になりやすい部分には雪が残りやすいんですね。見てください、
おお、結構いいですね。もっとね、気持ちよく、天気が晴れだったらよかったんですけど。確かあの辺りがいい眺めのはずです。第一のいい眺めもらいに行きましょう。見てください、あそこに看板が見えます。もうなんかこの感じでいい眺めが見れそうっていうのが分かりますね。あー、何回も見てるけどやっぱりね、こういう景色って見るといいですね。自分の足でこういう高いところに登ってきたっていう達成感は何とも言えません。本当によく整備されていて、いい道が続きます。本当にね、ありがたい。ああ、太陽の光がもうちょっと欲しい。右も左も笹の葉だらけです。見てください、何かいます。タヌキが出迎えてくれました。ここは結構雪が残ってるな。ということで、ここから私の苦手な木の階段です。見てください、ここ右手、ここに鎖があります。以前はここも登ったりすることができたんでしょうか。やっぱり標高が低い山って言ってもある程度登ってくると雪が結構残ってます。あー、でもいいな、この冷たい空気がすごく気持ちいい。お、見てください、確かここもいい景色が見れたはずです。それでは曇っているのが残念ですが、一緒にいい景色をいただきましょう。この木ちょっとこう踏み抜けそうなんで気をつけていきましょう。さあどうだ。おー、いいですね。いや本当にこれでもうちょっと天気が良かったらな、天気が良かったらというか、ちゃんと日の光が届いてたらな。向こうのね、あちらも結構山々が連なっています。ということで、再び頂上を目指していきましょう。赤松、いただきました。見てください、木の階段のここの部分だけなぜか赤色になっています。事件の匂いがします。これはツツジのつぼみかな。もうすぐ綺麗に咲くんでしょうね。見てください、木の枝に何やら小さな木の実らしきものがいろいろついてますね。これは何でしょうか。もうすぐ暖かい季節になってくるんで、この辺も綺麗な花か何かを探してくれるのかな。ピントがあった。